こんにちは。こんにちは。キックオフ鹿児島です。まずは先週行われた明治安田生命 J3 リーグ第11節の結果からお伝えします。鹿児島ユナイテッド FC はアウェーで松本山雅 FC と対戦しました。元 J1 松本山雅 FC のホームで国内有数のスケールを誇るスタジアムサンプロアルビン、7000人を超える観衆の一角に鹿児島ユナイテッド FC のサポーターも混じり声援を送りました。調子を上げ3連勝中と勢いに乗る白のユニフォームユナイテッドでしたが、前半21分、こぼれ球を押し込まれ4試合ぶりに失点します。一方ユナイテッドは前半30分、左サイド福田がキープして中へ、花戸が触って最後は藤本。鹿児島を育って J2、J1 と経験し、今年帰ってきた藤本のリーグ戦復帰後初ゴールで同点に追いつきます。しかし前半終了間際、コーナーキックから相手にうまく頭で決められ、再び松本がリードします。折り返した後半、さらなるドラマが。1点を追うユナイテッドは後半3分、木村のサイドを大きく変えるパスから福田がドリブルで1人をかわしてシュート。大卒2年目、福田の J リーグ初ゴールで同点に追いつきます。で、まあ、なかなか最近、まあ、スタメンで出させてもらっている中で、まあ、決めれない中で、まあ、今日は本当気持ちで決めた1点です。その後は2対2で膠着し、このまま試合終了かと思われた後半45分、高い位置のこぼれ球を拾った野竹のパスに中で待つ山口。2人が同時に足を振り抜きましたが、結果山口のこれまた J リーグ初ゴール。アリ君がいたのも分かってたんですけど、もうボールが来たら自分はもう飛び込もうと思っていたので、まあ、そこにたまたまヒロがいいボールを上げてくれて、決まった瞬間ちょっと嬉しかったんですけど、喜ぶ方向をちょっと間違えて、サポーターの方というよりかはクロスを上げてくれた人たちの方に行ってしまって。その後アディショナルタイムに高卒ルーキー竹にも追撃の一発が生まれ4対2、アウェーで逆転勝利を収め4連勝のユナイテッド、今シーズン初めて単独首位に浮上しました。いやー、伝統あるクラブにゴールラッシュで大勝利、それも J リーグ初ゴールの人がいたり、藤本則明選手の鹿児島復帰後初ゴールがあったりと、メモリアルな内容になりましたね。なお昨日行われた第12節奈良クラブ戦は来週の番組でお伝えします。鹿児島と奈良両チームでプレーし、去年現役を引退された田中総一さんにリモートで出演いただきます。お楽しみに。さあ、続いてはこちらの話題です。日本プロサッカーリーグには J1、J2、J3 リーグとありますが、それぞれ頭に明治安田生命とつきますよね。これちょっと気になった方もいらっしゃるかもしれませんが、明治安田生命保険相互会社の長島秀樹社長がその思いについて語っていますので、ご紹介します。明治安田生命と J リーグ両者の歩みは、2014年にJ3 リーグとタイトルパートナー契約を結んだことから始まり、その翌年からは J リーグのタイトルパートナー契約に加え、全国各地の支社が全ての J クラブと個別にパートナー契約を結んでいます。当社が J リーグタイトルパートナーとなったのは社名露出のためではございません。 J リーグの100年構想やホームタウン制といった理念と地域に寄り添うという私たちの思いがぴったりと一致している、いわば志を同じくする仲間と思ってのことであります。当社は10年後に目指す姿を、人に健康を、町に元気を、最も身近なリーディング製法へと定めております。特に当社では健康寿命の延伸という社会課題に対して、お客様の健康増進を応援するみんなの健活プロジェクト、地方創生の推進という社会課題に対して、地域社会が抱えるさまざまな課題ニーズに応えていくことを目指す地元の元気プロジェクトの2大プロジェクトを通じ、
社会課題の解決につながる取り組みを推進しております。なお明治安田生命は昨年末 J リーグタイトルパートナー契約を2023シーズンから2026シーズンまでの4年間の更新を発表しています。明治安田生命さんみたいな同じような志を持った仲間と一緒に一つ一つの地域をより幸せに地域課題を解決しながらなんか楽しみを分かち合える人を増やしていく、明治安田生命はこれからも J リーグとともに全国各地に健康、元気、幸せを届けてまいります。引き続きのご支援、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。そして番組には明治安田生命鹿児島支社様から特製のランキングボードをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今貼っているのは第11節が終わった時点のもので最新ではないんですけども、こちらマグネットになっていまして、今後はこれを入れ替えたりしながら明治安田生命 J3 リーグの熱い戦いの模様をお伝えしていきたいと思います。さあこの後は高校サッカーインターハイ県予選男女決勝の模様をご紹介します。5月27日全国高校総体インターハイにつながる鹿児島県予選が男女揃って決勝戦を迎えました。男子決勝はこの世代の新人戦九州王者で7年ぶりの優勝を目指す青のユニフォーム鹿児島城西と、大会5連覇中国内の高校最高峰プレミアリーグでも好調の赤のユニフォーム神村学園、近年の決勝常連校同士の対決となりました。試合は前半27分、神村の最終ラインからのロングボールに右サイド高橋が反応し、体を張ってボールを残して金城が落とし、最後は17歳以下日本代表の名畑、ためを作って浮かせたシュートは難しいコースに決まり神村が先制。前半を1対0で折り返します。一方エンドが変わった後半、鹿児島城西は矢吹のクロスボールに岡留め、ネットを揺らしますが惜しくもオフサイドの判定で得点とはなりません。それでも食らいつく鹿児島城西、その後相手に裏を取られフリーでシュートを打たれるピンチでは橋口の連続ファインセーブでしのぐなど守備でも盛り立て、徐々に反撃ムードが高まります。そのままスコアが動かず両者粘り強く戦う中迎えた後半アディショナルタイム、1年生ボランチの福島から1点目の名畑、吉永と素早くつないで金城、逃げ切って実に大会6連覇9回目の優勝を飾りました。重圧プレッシャーというのはありましたけど、まあ、これまで先輩方が本当に成し遂げてきたことなので、こう6連覇ということを達成してホッとしています。自分の代でインターハイに行くのが一つの夢だったので、しっかり鹿児島の代表として日本一になれるようにしっかり頑張っていきたいと思います。鳳凰高校と神村学園高等部、今年もこの2校の争いとなった女子決勝は試合開始直後から神村学園が主導権を奪います。鳳凰はポストに助けられながらディフェンス陣の懸命の守りでしのいでいきます。それでも前半13分、神村学園はキャプテン黒岩が前線で奪い、2年生久保が決めて先制すると、ショートコーナーからこちらも2年生上田、前半さらに山田がもう1点加え3点をリードします。エンドが変わって後半に入ると神村学園はゴールラッシュ、7得点を奪って突き放し、2020年の中止を挟んで12連覇、神村学園が男女揃って県大会優勝となりました。今年
2冠ももちろんですし、おととしを超えるために国体も取って3冠も狙ってます。全国大会に向けていいスタートが切れるように、まずは優勝を目指して頑張りたいと思います。ということで、男女ともに神村学園のアベック優勝となりました。男子は7月29日から北海道で始まる全国大会に進出し、女子は6月16日に熊本で開幕する九州大会を勝ち上がり、全国大会を目指します。去年も神村学園が男女ともにインターハイに出場しましたが、はい、惜しくも1回戦敗退でしたからね、今年こそはリベンジ、そして鹿児島県代表として頑張っていただきたいと思います、はい、それでは番組また来週です。キックオフ鹿児島。